1978から1979シーズンの NBA は NBA の33回目のシーズンである。ドラフトではバハマ人のマイカル・トンプソンがポートランドトレイル・ブレイザーズから非アメリカ人としては初となる全体1位指名を受けている。他、フィルフォード、マイケル・レイ・リチャードソン、パービス・ショート、ロンブ・ブリュワー、フリーマン・ウィリアムス、レジー・スース、マイク・ミッチェル、 デーブ・コーン、モーリス・チークスらが指名を受けている。この年、NBA 史において、極めて重要な指名がされる。インディアナ州立大学所属のラリー・バードが、ボストン・セルティックスから全体6位指名を受けたのである。ただし、当時大学3年生だったバードは大学に残る意思を示しており、本来なら、ドラフトにはエントリーできない選手のはずだった。 しかしゼガヒでもバードを欲したセルティックスは、業界随一の敏腕ンン GM であるレッドアワーバックが、制度の盲点を突き止めた。セルティックスの活路は、バードの学歴にあった。バードは最初インディアナ大学に進学したがすぐに、退学し、その後のスウッド大学という短期大学に1年間在籍していたので、ある。そのため3年生のバードは大学に4年間通った、ことになり、 大学でのプレイ資格4年間を全うしたとして指名にこぎつけたのである。バードはもう1年大学でプレイするため、セルティックスへの入団は翌シーズンに持ち越された。もっともこの1年の空白が NBA にとっては有利に働いた。バード率いるインディアナ州立大学はこのシーズン NCWA トーナメント決勝まで勝ち進み、ここでバード生涯のライバル、 マジック・ジョンソン率いるミシュガン州立大学と初対決するのである。この試合は NCWA 史上最高勝率を収めるほどの高い注目を集めた。バード対マジックという当時最高のカードを NCWA 決勝という最高の舞台で全米に向けてアピールできた NBA にとっては最高のプロモーションとなったのである。ラリーバードの指名はその後の NBA の 人気復活の試金石となった。翌シーズンには、マジック・ジョンソンが、ロサンゼルス・レイカーズに入団するが、バードが、セルティックスに、ジョンソンが、レイカーズに、それぞれ東西を代表する、名門チームに入団したことも、両者のライバル関係を煽り、当時人気低迷にあえいでいたリーグ全体を大きく盛り上げ、やがて訪れる n b a 黄金気へとつながっていく。すべては、 パワーバックによるラリーバード指名から始まったのである。スター不在のチームだったシアトルスーパーソニックスにあって、デニス・ジョンソンは待望のオールスター選手だった。彼がスターへの階段を登り始めたのは前期ファイナルの大舞台。第7戦まで繰り広げられた激戦の中、ジョンソンはソニックスを牽引する働きを見せ、一役チームの救世主となったのである。 ソニックスが優勝を果たしていたならば、ファイナル MVP はジョンソンのものだったが、しかしファイナルの勝敗を決した第7戦で、ジョンソンは14本のシュートすべてを外すという失態を演じた。ジョンソンはチームの救世主から一転、ファイナル敗退の先犯となってしまったのである。それでも、地元からの支持は高く、ジョンソンはこのシーズンには、オールスターゲームに初選出された。 前期のソニックスはゴールディロックスと3匹のクマと呼ばれ、若手とベテランがバランスよく配置されたチームだったが、このシーズンからはデニス・ジョンソン、ガス・ウィリアムス、ジャック・シクマ、ロニー・シェルトン・ライズレも25歳以下の若手中心のチームとなった。前期ファイナル初進出の予選を勝って、ソニックスは52勝を記録し、ウエスタイカンファレンストップの勝率を収めた。プレーオフでは、 カンファレンス決勝でフェニックスサンズを第7戦の末に破り、2年連続でファイナルに進出した。デニス・ジョンソンは最高の舞台で前期の汚名を返上する機会を得たのである。一方前期ソニックスを破って初優勝を果たしたワシントン・ブレッツはウェス・アンセルド、エルビン・ヘイズ、ボブ・ダンドリッジ、ミッチ・カプチャックと当時リーグ最高峰のフロントコート陣を擁していた。 1970年代には、どのチームもなし得なかった、連覇の期待がかかったブレッツは、リーグ首位となる54勝を記録する。しかしこのシーズン中から、ボブ・ダンドリッジが、エルビン・ヘイズの契約に対する執刀論にし、ディック持った HC に対して、その不満をぶつけるようになっていた。内紛の兆候が現れたブレッツは、プレーオフで苦戦し、カンファレンス準決勝。 決勝はいずれも第7戦までもつれた末の新勝となった。5月18日のカンファレンス決勝でサンアントニオスパーズを破ったブレッツは、その約36時間後の5月20日にファイナル第1戦を戦わなければならなくなった。ファイナルのブレッツ対スーパーソニックスは2年連続の顔ぶれとなった。前期は各カンファンレンス第3シード、第4シード同士の戦いだったが、 このシーズンは両チームとも第1シードとして堂々とファイナルに勝ち進んだ。第1戦、カンファレンス決勝からわずか36時間のインターバルでファイナルに臨んだブレッツだがホームコートという地の利を得て第4球までに18点のリードを奪った。しかし、ここからソニックスの猛反撃が始まり、試合終盤、ついに97から97の同点に追いつき、 試合を振り出しに戻した。残り時間もわずかの中、決勝点を狙ったブレッツのラリーライトのシュートはデニス・ジョンソンにブロックされた。かろうじてボールを確保したライトはそのままゴールに向かってドライブし、ジョンソンのファウルを誘った。残り時間はわずか1秒だった。ペナルティでフリースローを得たライトは日本のフリースローを決めて99から97で、 ブレッツを勝利に導いた。第2戦、リーグ最小失点を誇るソニックスのディフェンスが、ブレッツを封じ込め、92から82でファイナル1勝目を飾る。ブレッツのエルビン・ヘイズは、第1球だけで11得点を記録するが、残りの3区ウォーターは9得点に抑え込まれ、チーム全体でも後半は30得点に抑え込まれた。 第3戦前期のファイナル第4戦を球場のシアトルキングドームで行ったところ39,457人という記録的な観客数を動員したためこのファイナルでもソニックスのホーム戦はシアトルキングドームで行われることとなったこの日球場の客席を埋めたソニックスファンは35,928人シアトルの熱狂はソニックスを奮起させそしてブレッツを意識させた 1> 第1級のブレッツの FG 成功率は30%台、第2級に入ると、さらに悪化し20%台にまで落ち込んだ。最終スコアは105から95だったがこの試合は、数字以上のソニックスの圧勝で、ガス・ウィリアムスは31得点、デニス・ジョンソンは17得点9リバウンドにブロック、ジャック・シクマは21得点17リバウンドを記録した。第4戦、第4戦は、 笛の夜となった。この日のファウルコールは両チーム合わせて59個だった。第4球を7点ビハインドで迎えたブレッツは、チャールズ・ジョンソンを中心に追い上げを見せ、試合終盤にはこの日16得点16リバウンドのアンセルドがオーバータイムへ導く同点のレイアップを決めた。オーバータイムでは、エルビン・ヘイズ、ボブ・ダンドリッジ、アンセルドといったブレッツの中心選手が、 次々とファウルアウトする中、残り時間3秒、114から112の2点ビハインドで、ブレッツのケビングレビが2度目のオーバータイムへ望みを、つなぐシュートを放つが、デニス・ジョンソンがこの日4つ目となるブロックで、ブレッツの希望を断ち切った。主君のジョンソンはこの日32得点4ブロック、ガス・ジョンソンは36得点、ジャック・シクマは20得点17リバウンド5ブロックを、記録。 三連勝を飾ったソニックスが優勝に王手をかけた。第5戦ワシントン DC に戦いの場を移し、ブレッツは反撃を試みた。エルビン・ヘイズは前半だけで20得点を記録し、8点をリードして後半を迎えた。第3球に入っても、ブレッツはこのリードを守ってきたが、第3球終盤になって、突如ソニックスのオフェンスが爆発し、 連続12得点を決めて72から69と一気に逆転してしまった。この時の失点が致命傷となり、また頼みのヘイズも後半は9得点に抑えられ、97から93でスーパーソニックスが勝利し、総部12年目にして初優勝を果たした。ファイナル MVP には、公主両面でチームを牽引したデニス・ジョンソンが選ばれた。ジョンソンは、 電気のかぶったおめを見事に晴らしたのである。この優勝がシアトルスーパーソニックスにとって唯一の優勝となっている。以降もソニックスは中堅チームとして毎シーズン安定した成績を残すが、次にソニックスがファイナルの大舞台に立つのは18年後の1996年のことである。また、シアトル市にとっては1971年に スタンレーカップで優勝したプロアイスホッケーリーグプチャのシアトルメトロポリタンズ以来の男子プロスポーツチームの優勝であった。NFL のシアトルシーホークス、MLB のシアトルマリナーズも優勝経験はなく、スーパーソニックスは2008年にオクラホマシティに本拠地を移すまで、シアトルに現存する男子プロスポーツチームで唯一優勝を経験したチームだった。 一方のワシントン・ブレッツはこの年が最後のファイナル進出となっている。以後チームは高齢化が進み、ウェス・アンセルドやエルビン・ヘイズといったブレッツの黄金期を支えた選手たちが次第に姿を消していくようになる。その後のブレッツは21世紀まで続く長い低迷期に入る。結果シアトルスーパーソニックス4から1ワシントン、ブレッツファイナル MVP。 デニス・ジョンソン・ロスター1970年代の NBA はマイナス要素となる事柄が幾重にも折り重なってに発生し、1960年代後半の高度成長の反動とも言うべき冬の時代を過ごした。1960年代後半の NBA は記録的な成長を見せていたが、そんな後継期に湧く NBA に冷や水を浴びせたのが1967年に誕生した。 a b a だった。NBA にとって独占市場だったプロバスケットボールという分野に突如としてライバルが進出してきたのである。当然、ABA との間では激しい生存競争が起こり、特に選手確保のための争奪戦は壮絶を極めた。優秀な選手を得るためにはより良い条件を示さなければならないため、選手のサラリーは記録的な上昇を見せた。 1964年のオールター決起以来休息に力をつけてきたウブパがたびたび労使交渉を起こしたこともサラリーの上昇を手伝い各球団の財政を圧迫した一方で各球団の主な収入源であるチケット売り上げは1970年代に入って伸びが鈍化し1977から78 シーズンには、リーグ全体の観客動員数が1960から61シーズン以来となる減少に転じ、翌1978から79シーズンは、前期の987万4155人から976万1377人と2年連続で減少した。選手のサラリーが上がる一方で、収入は上がらず、赤字経営に陥るチームが続出したのである。 また1970年代は、ビルト・チェンバレンや、ビルラッセルラ怪物のようなプレイヤーが活躍した1960年代に、比べて、スター選手が少なかった時代でもあった。1972年のエルジンベーラー引退を機に、60年代から70年代前半の NBA を彩ったスター選手たちが退去として、NBA を去ったが、その後のドラフトでは彼らの穴埋めができるほどの選手は、 現れなかった。一方でリーグは ABA との競争のために強引な拡張策を取り急速にチーム数を増やして ABA を吸収した1976年には22チームにまで膨れ上がっていた。スター選手が増えない中で受け皿となるチーム数だけが増えていったため各チームはスター選手の確保に苦労するはめになり結局は選手のサラリー増額につながり 球団の財政をさらに圧迫した。もっともこの現象はスポーツとしての平等性としては有利に働き、当時の NBA にはサラリーキャップ制度が確立されていなかったにもかかわらず、各チームの戦力が均等化された。これにより70年代の NBA には60年代のボストンセルティックスのような長期にわたってリーグを支配するようなチームは現れず、 毎年王者が入れ替わる群雄割拠の戦国時代となった。この時代にニューヨークニックス、ポートランドトレイルブレイザーズ、シアトルスーパーソニックスは初優勝、あるいは唯一の優勝を経験している。ただし、70年代後半に入ると、セルティックスやニックス、ロサンゼルスレーカーズといった名門チームが優勝から遠ざかるため、各チームが本拠地とするボストン、 ニューヨーク、ロサンゼルスといった大都市の興味が NBA から離れてしまう事態も招いた。そしてこの時代 NBA に致命傷になりうる大打撃を与えたのが選手たちの薬物スキャンダルだった。70年代はリーグ全体にマリファナが急速に広がった時期であり、ある報道では全選手の60%がマリファナを吸引していると報じられた。 大きな乱闘事件が多発した時期と重なったため、リーグのイメージは決定的に汚された。危機的な財政難にリーグのイメージの急速な悪化。当時、NBA はまさにどん底に沈んでいたのである。NBA には救世主が必要だった。ありがとうございます。